それでは早速作っていきましょう。人参1/2本、下から9センチのところで切ります。厚さ1センチくらいに切ります。1センチ角の棒状に切ります。こんな感じですね。じゃがいも1/8個、1センチ角の棒状が6本取れるくらい。皮と芽を取り除きます。6等分の棒状に切ります。アスパラ2本から3本、長さ10センチが6本取れるくらい。生姜厚さ2ミリぐらいが3枚。細切りにします。豚バラスライス肉9枚。豚肉は広げて少しずつ重ねます。アスパラ2本を乗せます。人参2本を乗せます。じゃがいも2本乗せます。生姜1枚分乗せます。巻いていきます。ラップに包みます。両側を絞ります。端をねじって折り返します。耐熱の容器に入れ、電子レンジで3分から4分温めます。醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ3、生姜小さじ1、にんにく小さじ1/2混ぜ合わせます。油を引いて熱くなったら豚バラロールに焼き色をつけます。巻き終わりを下にして閉じ目を焼き固めます。時々転がして全体に焼き色をつけます。余分な油を拭き取ります。スタミナ生姜だれを加えます。めちゃめちゃいい匂いです。全体に絡めながら少し煮詰めます。煮詰めすぎに注意です。煮
器に盛り付けます。最後にタレをかけたら